県庁では今日から夏のクールビズ期間に限らず。職員が仕事の内容や気温に応じて、柔軟な服装を選べるようになりました。県庁ではこれまで夏の間、クールビズとして。職員がジャケットやネクタイを着用せず、業務に当たってきました。今日からはこうした取り組みをさらに進め。仕事の内容や気温に応じて、一年を通して柔軟な服装を選べるようにしました。 県としては職員の働く環境を服装の面から改善し、業務の効率化につなげたい考えです。やっぱりネクタイしないのと上着ないだけでもだいぶ気分も違いますし、仕事もまああの効率的に進むのかなってことであの今後期待している感じですね。